霊夢さん、いつの時代にも重要な出来事を目撃していた人物がいるものですが。小生さん、歴史上重要な目撃者っているよね。今回ご紹介する人物もそのような一人なのですが。彼は？はい、それでは皆さん。ゆっくりしていてね。はい、それでは早速彼についてお話ししていきたいと思うのですが、作品での評価はかなり高いですよね。うん、もちろん全員が良いって言ってるわけではないけど、見た人の感想を読むと、いい作品だったっていう人が多い印象だよね。ですね。彼はもともと小説に登場するんだよね。小説、不死鳥狩りが彼の最初の登場作品なのですが、彼は連邦軍に所属していてですね。スタークジェガンに乗っていたんだよね。はい、そんな彼にはトラウマがございまして、それは30番地事件なのですが。ゲターンズの一員でもないのに、見張り役を押し付けられていてね。そうなんですよ。そしてあの毒ガス事件が起きたのですが、結果として事件に加担してしまっていたことが彼の中でトラウマとなっていたのですね。かわいそうな人だね。だからこそですね、不死鳥狩り作戦には乗り気ではなかったのですよ。ターゲット情報が明かされてなかったりね、背後関係もわからないような状況だったから、30番地事件と同じようになってしまうんじゃないかと危惧したのしょうね。それでヨナにも不信感を持っていたんだよね。はい、急遽メンバーになったのが不自然という理由からヨナにも不信感を持っていったのですよ。そんななのですが、フェネクスを追いかけて行方がわからなくなっていてたヨナを発見した時にはですね、最初は状況がつかめずヨナを妨害するという恐ろしい展開となっていくのですが。それでネオ・ジオングを完成させてしまうのよね。役と動画と春ユニットの合体を許し。それからですね、ネオ・ジオングにより機体をファンネルを打ち込まれて制御系を乗っ取られてしまうのですが、脱出ポットが作動せず、そしてですね、ハッチも開かないので、なんと、ヨナに自分を撃つよう命令するのですよ。最終的には、ヨナにコックピットをビームサーベルで投げ払われて、全身の血液と骨が蒸発し死亡してしまったのですよ。悲しい終わり方だよね。ですね。それからガンダムナラティブになるんだけど、ガンダムナラティブではですね、基本的な彼の立ち位置は小説の時と変わらないのですよ。ナラティブでの彼は、ゲターンズが起こした事件に関与した過去はないんだよね。彼はですね、ミシェルから不死鳥狩りについての真意を聞かされた際には、犠牲を厭わないような彼女の倫理味を批判しているのですよ。それで一番驚いたのは、なんと彼はですね、あのアクシズの地球落下阻止に参加していてですね、アムロのニューガンダムが起こしたアクシズショックを目撃した貴重な人物となっているのですよ。数少ない目撃者だからね。ですね、他にはユー・カジマが目撃者として存在していますね。あのアムロの行為も目撃した人によって捉え方が全然違っていてね。そうですね、彼のようにですね、光を見出した人間もいれば、絶対的な力として見てしまったボッシュなどですね。アムロが人の心の光を見せた意味もあったよね。彼みたいに感じ取ってくれた人がいるならね。本当にそう思いますね。そんな悲劇の人、彼の名前は？イアゴ・ハーカナでございます。それではここからはガンダムナラティブについてお話ししていきたいと思うのですが。ナラティブは賛否両論あった。それでは霊夢さん、ナラティブはですね、UC ガイデン不死鳥狩りに直結している話だよね。はい、ユニコーンタイプは世界を滅ぼす力を持っておりますので。放浪していて危険なフェネクスをナラティブガンダムで捕まえに行く話。不死鳥狩りをやって、次は閃光のハサウェイを三部作やって、その後に UC2 をやるのかな。ナラティブの後に閃光のハサウェイが控えておりまして。そっちがかなりビッグネームだから。
ファンの人たちの関心もナラティブに行かずに先行のハサウェイにばかり行かないかと。心配になるよね。福井さんに関して派ですね。何？宇宙世紀の完全に私物化だという声も上がっておりますが。そうなんだ。人によって考え方は異なりますからね。うーむ。福井さん関係をまとめます。見ていない人もいるのでネタバレにならない程度に。ナラティブを見ればガンダムの難しいところがわかる、ニュータイプ論とか。新ガンダムは乾燥システムがありデンドロみたいにもなる。不死鳥狩りから続く話、主人公も同じ。ナラティブ、戦破砂、UC2 とネクストセンチュリーシリーズとして展開する。リディは政治家になってる。サイフレは人類が触れてはいけない禁断の扉。と、このようになっておりますね。ニュータイプ論がわかりやすく書かれているのは嬉しいな。そういう人は多いでしょうね。福井さんが手掛けることに関しては。例えば、ユニコーンは見なければどうでもいいけど、戦破砂巻き込むなよ、という意見が聞かれたり。。あと、戦破砂がなかったことにされる方が、ユニコーンの設定に取り込まれるよりマシだった、という意見もございます。ニュータイプ上げつらって。以前、福井さんが説明していたのですが。どんなの？主人公は大事な人間の死を通じてあの世とか高次元の世界と通信がつながって宇宙や世界の真理などを理解していきなり突拍子のないことを言い出すようになる。役目を終えると主人公たちはニュータイプじゃなく普通の人間に戻っていく。アムロや受動やバナージはそうやって帰ってきたけど神湯だけ戸口をくぐって奥まで行ってしまったから引き返せなくなった。このようなことでしたね。ニュータイプがどんどんオカルトになっていくのがね。富野監督はこれを止めるために終わらせて違う道へと。富野音体。サンライズやバンダイもニュータイプは福井さんに託すと決めたんだと。はい、今回はイアゴ・ハーカナ、そしてガンダムナラティブについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。明日の動画もお楽しみに。